はい、皆さんこんばんちは、アポロンです。今回もモンスターレースプレイしていきます。さあ、懐中時計を息子に渡したところからですね。こいつらは敵なのか。あ、敵なのか。草レースあんまやりたくないんだよな。あんまり長いレースじゃないな。4コースぐらいか。ずっとこいつで来るな。フワは。おお。ダッシュ。トップスでいいか。勝ったな。よしよし。あれ、なんかくれたな。なんかくれた。まあ、シューズだってあれか。ああ、走っていくやつか。走っていくやつか、走ってるやつか。お、バッチ君。知らん。あ、知ってたのか。うん。あ、そう、いいやつだった、あいつ。お、どんどんシティ。シンデイちゃんが来てんのか。シンデイに飲ませればいいんだな。うん。なんだ、誘拐作戦か。なんか、なんだこいつ。カッピー結婚する。うん、早いな。うん、いや、それはやばいだろ。結婚って片方の意思でできんのか。出迎え少なくない？結構でかい町なんだけど。ああ、仕方してきたのかと思った。元気の絶対飲むやついないだろ。いや、すぐ飲んだのか、すごいな。バカだな、ただの。いや、意味がわからん。警察呼ぶぞ。警察ないもんな、そういや、この世界は。まあ、レースに勝てということですね。さあ、登録しようか。1回戦。結構重要な大会な気がするな。誘拐されたからな。芝生雪、全然見てなかった。うわ、こいつ出てくるようになったな。リュースタル。まあ最初は仕方ないな。ここで巻き返せるだろう。意外に差が縮まらない。ここで巻き返せるだろう。うわ、なんかやられた。クソ、止められたか。差が全然縮まらんな。ようやく見えた。あー、こいつか。強いんだよな。よし、ここで追い抜ける。うん、段違い。何これ、氷？マジの氷だな。ツルツルするやつだ。
最後はトップスでいけんな。うん、まあいけるだろう。この差は追いつかれてきてるけど、最後苦し紛れだな。あ、帰るの忘れてたな。さて2回戦、沼焼け跡氷石畳。次が氷かな。そろそろ皇帝も進化してもいいんだけどな。あ、焼け跡か。シャドウ。うわ、差がついてしまった。うわ、強いな。で氷、ここで追い上げれるはず。なんだ、ど根性。うわ、あいつ結構やるな。なんだろう、骨猫みたいなやつ。おお、ここでも差つかんか。あんま不安は得意じゃないんだよな。俺はトップスに行ってもらおう。パワーあるから。うわ、きついな今回。そろそろ追いついておかないと厳しいんだが。見えないからな、あいつ。これは結構差が縮まってきてるけど、見えてないもんな。うわ、最後トマト走ってんのか。うわー、2回戦できついな。うわ、ギリギリだったな。今回かなり苦戦しました。4回ぐらい負けたかな。うん、スナッチ行き、スナッチか。うわ、ドリル、こいつ強いんだよな。そろそろトップスが進化しないと厳しいのかな。意外に差が縮まらない、まあ、ここは結構トップスが巻き返すはず。パワーがあるから、うん、対抗して。お、早っ。うわ、長いな。トップスのスタミナが十分じゃなかったんだよな。イルカに生かすか。まだ半分いってないのにトップスの体力がなくなった。うわ、リュースタルか。焼け跡シャドウ、バリア。うん、バリアか。ここも、うわ、ここシャドウはダメか。小次郎、相手レースマニアだな。うわ、来たか、来たか。仕方ない、これは。
頑張ってくれ。水来ないかな。よし来た。さあ最後が何かだな。ハードルか。シャドウ。あ、パンピョン、こいつやばいな。総動員で。あ、いけるな、なんとか。よしよし。誰か進化しないかな。うん。え、次ね、決勝か。回復しに行こう。さあ決勝戦ですね。沼氷か、うん、まあ最初はあいつに行ってもらうか、うん、シーラか。最初の3つはこいついけるけどな。で次が草だから、うん、ここで差がつくか。パワーの差かな。で次が焼け跡だからシャドウ。あと一回沼があった気するから、うん、よしよし。さてさて次は何だろうな。バランスか。すごい音が鳴った。クラウダで皇帝雪かな。こいつも進化するはずなんだけどな。でトップス。え、これってカッピーか。相手誰かわからんな。多分カッピーだよな。バランスはシャドウ。ジャンプか。長い長い。もうここまで来るとレースが。トップス。坂は得意。うわ追いつかれてきてな。でもあ来たか。うわふわわの進化系っぽいな。え強っ。うわ次が何かわからん。次は何だ。あふわわか。相手もここに出したらよかったみな。最後、バランスいけるか。うわ最後微妙だなこれ。あ大丈夫だった。危な。よし、カッピーに勝ったな。うん。いや、本当にできんのか？警察呼ばれるぞ。いや、嘘つくなよ。うん。それじゃあ、いや、それで済むかい？まだ諦めてないのか。え？なんもなし、それで。はい、ということで今回の動画はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄になる Twitter のフォローなど、やる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。